皆様ごきげんよう。今回は再びウォーハンマー 40K 世界における天の川銀河の歴史を紹介します。前回は暗黒神の介入により生まれたばかりのプライマークが銀河各地に散逸する事件もありつ、大聖戦の領土拡大に伴い彼らも再発見され、人類帝国は銀河の大半を統一するまでに至りました。皇帝はホルスの大聖戦での働きを称えて彼を最高司令官であるウォーマスターに任命し、以後はホルス率いるプライマークたちに大聖戦を任せます。そして自分は次なる一手となる計画へと着手するのでした。この選択が人類の未来への大きな分岐点となっていくのが今回のお話です。ということで今回はホルスの大逆前編です。大逆に至るまでの水面下の動きをある程度しっかり追うと尺が必要だったので、大逆編は前後編でのお届けにしました。それでも今回はとても長くなってしまったので、適度に区切りながら見てもらえると良いかなと思います。ということで良ければお付き合いくださいませ。さてまずはホルスの大逆の概要を先に説明しておきましょうか。というのもこのホルスの大逆は 40K の人類史の中でも最も重要な事件であり、幾多の出来事が絡まり合っているので少し説明が難しいのですよね。簡単に言ってしまえばプライマーク筆頭だったホルスが中心となって皇帝に反逆した事件なのですが、その背後には混沌の神々の暗躍があり、最終的にプライマークの半分が混沌に落ちて帝国を二部する巨大な内乱となりました。反逆したプライマークとその指揮下のスペースマリーンは大逆派と呼ばれ、皇帝の元に残った派閥は中性派と呼ばれます。そして大逆派の各プライマークが反逆したのもそれぞれに理由や事情があり、皇帝への不信感を募らせていた者もいれば、忠実であろうとしたことが裏目に出てしまった者や策にはめられた結果として落ちた者もいます。さらに大逆派の中には中性派のプライマークとはかねてから反りが合わなかった者もいれば、良きライバルだった者、深い友情で結ばれていた者もいます。そうした18人のプライマークそれぞれの関係性と皇帝との関係性、そこに忍び寄る暗黒神の魔の手といったものが絡み合って巻き起こったのがホルスの大逆という対戦なのです。このように重要人物だけでもプライマークと皇帝で19人、歴史の転換点としてエピソードも多岐にわたります。これをつぶさに見ていくと1年かけても終わらないと思うので、今回は大まかな流れを抑える形の解説とします。そのため取り上げて動向を解説するプライマークは、私が特に重要かなと思う大逆派の3名に絞らせてもらいました。他のプライマークの動きについては省略してしまいますが、ご了承ください。それではそろそろ本題へと入りましょうか。ウラノールの戦いで勝利を収めた後、皇帝は大聖戦をホルスたちに任せることとしました。そして自分自身は地球の宮殿へと戻り、極秘の計画に着手しました。皇帝が地球で進めていた計画はウェブウェイ計画と呼ばれるものでした。ウェブウェイは古き者が作り、アエルダリが受け継いだ銀河を超高速で渡るための亜空間ネットワークです。ウェブウェイは現実空間とワープ空間の狭間にあり、歪みの領域からの影響を受けずに安全な航行ができました。一方で人類が持つ超高速航行はワープ空間を渡る手法であり、危険と隣り合わせでした。皇帝はこのウェブウェイを人類のために開き、安全な航行とワープ技術との決別を意図していました。それは人類が銀河全土に半島を拡大した後、その繁栄を盤石なものとするための施策であり、混沌の力を削ぐための方策でした。しかしこの計画はプライマークたちにも知らされることはなく、彼らは皇帝への不信感を募らせることとなります。加えて皇帝は帝国の統治機関としてテラ評議会を設立しましたが、この議会にプライマークたちの席はありませんでした。代わりに評議会には軍事権限はなく、軍事はウォーマスターであるホルスに委ねられていました。これは政治と武力を切り分ける処置だったとも言えますし、一方で人類の決定権を人造の超人に与えない措置だったのかもしれません。いずれにせよプライマークたちには不満が広がっていました。特にホルスは皇帝から突き放されたように感じ、深い失望を覚えたようです。ホルスのウォーマスターへの就任にもプライマークの中で意見が割れており、それを当然だと賛同する者と不満を隠さない者とがいました。それでもホルスは皇帝に任された大聖戦を引き継ぎ、その後も幾多の戦果を上げていきました。そうしてプライマークによる大聖戦と皇帝によるウェブウェイ計画が並行して進められていたのですが、ある時に転換点を迎えます。その渦中の人物として
まずは第17兵団ワードベアラーを率いていたプライマークローガーについて触れてみましょう。ローガーはコルキスという惑星で育ちました。コルキスは古の神への信仰が支配する封建社会であり、その司祭に育てられたローガー自身も熱心な宗教家へと成長しました。ローガーは巧みな説法と持ち前のカリスマで多くの信奉者を集めましたが、ある時から巨人を従えた黄金の戦士が現れるという現象を見るようになります。これを未来の光景だと察した彼は、唯一の真なる神の降臨を説いたため惑星を二分するような宗教戦争が起こりました。ローガーはこれを平定して惑星の主導者となり、そしてその数ヶ月後に人類の聖戦軍がコルキスへと到来します。現れた皇帝を前にしてローガーは、彼こそが原始で見た真なる神であるとひざまずき、惑星全土がそれに続きました。こうしてローガーは皇帝との再会を果たし、帝国と大聖戦へと合流することとなります。ローガーはプライマークとして第17兵団を率いることとなりますが、彼の心は皇帝への忠誠を超えて崇拝に燃えていました。皇帝を神とする信仰は部下であるワードベアラー兵団にも深く浸透していき、教会官たちは皇帝の神聖と正義を説く膨大な著作を執筆しました。そして大衆に向けて盛大な演説や説法を行ったのです。ワードベアラー兵団はその言葉を運ぶ者という名の通りに、神格化された皇帝を称える言葉を各地に運びました。こうしてローガーは大聖戦によって帝国の旗本へと編入した惑星を次々と強化していきました。異種族の脅威にさらされていた人々の心には皇帝という神の存在は強い希望となり、広く受け入れられたようです。各惑星には皇帝を崇拝するための広大な大聖堂や記念碑が建造され、臣民は帝国への揺るぎない忠誠心を抱いていました。しかしローガーは版図拡大よりも布教を重視したため、ワードベアラーが担ったエリアの征服は他の兵団よりも大きく遅れを取りました。この遅れの原因を調査させた皇帝はローガーの布教活動を知ることとなり、深く落胆したようです。それもそのはずで、大聖戦の目的の一つは人類を宗教から解放することでした。宗教からの解放と帝国の真理による理性と知性による統一は、混沌の神々を弱体化させる狙いもありました。皇帝自身が信仰の対象となってしまうことにも苦慮していましたし、そこにプライマークの一人が率先して布教に勤しんでいたと知れば無理もありません。皇帝はウルトラマリーン兵団のロブート・グイリマンにワードベアラー兵団への処罰を命じ、ローガーが築いた壮麗な宗教都市モナーキアを徹底的に破壊しました。その後ローガーとワードベアラーは焦土と化したモナーキアに集められ、その光景に愕然としました。さらに皇帝は自らローガーを叱責し、その行いを過ちであると糾弾し、サイキックで屈辱を強制しました。皇帝が去った後、ローガーは自らの行いへの非難と崇拝の拒否に呆然とし、深い苦悩に苛まれました。その後、ワードベアラーはしばらくの間は大聖戦から離脱し、役割を果たさなかったようです。しかし聖戦に復帰すると、それまでの遅れを取り戻すように苛烈な戦いぶりを見せ、迅速に星々を征服していきました。その成果を見て皇帝は、ローガーが過ちを理解しその挽回のために奮戦しているのだと満足していたと言われています。しかし真実はそうではありませんでした。ローガーは苦悩の末、信仰を持つのは人類の自然な心であり、それを否定する皇帝こそが間違っているのだと結論付けました。そして皇帝はもはや崇拝に値しないとして、人類が崇拝するべき真なる神を求めました。その探求の最中、彼は副官のエレバスの勧めで惑星ケーディアに訪れ、蛮族の巫女インジェセルと開交します。彼女は自らに混沌の悪魔を降臨させ、ローガーにアエルダリ没落の真実を見せます。それはアエルダリが混沌への信仰から暗黒神スラーネッシュを生み出すも、その寵愛を拒絶したために破滅したのだとする偽りの真実でした。そして人類が同じ道を歩まぬためには混沌の真理を受け入れる必要があるのだと説きました。ローガーはこの真実を他に知られぬよう、ケーディアを爆撃により滅ぼしました。次にローガーは、歪みの裂け目が開く、アイオブテラーと呼ばれる聖域に訪れ、ある星を探索します。彼には再び現れた悪魔が同行し、悪魔は物質宇宙と歪みの領域の関係も語り聞かせました。物質宇宙の生物は死ぬとその魂は歪みであるインマテリウムへと流れ込み、混沌の神の裁きを受けるのだ。死後にその魂が天国か地獄へと行き着くという旧来の信仰はこの真理を捉えたものなのだとローガーは悟ります。
ローガーが悪魔に未来を見せるように命じると、悪魔は地球でスペースマリーン兵団同士が戦っている光景を見せました。その一方はローガルドルンが率いるインペリアルフィスト兵団で、もう一方はアーマーを赤く染め上げたワードベアラーでした。ワードベアラーは皇帝を捨て帝国に牙を向き、その本拠地である地球にまで攻め込んでいたのです。その戦いの最中、ローガーが最も信頼する部下が悪魔のごとき姿へと変わり奮戦する様も見られました。宮殿の門まで迫った彼がブラッドエンジェル兵団のプライマークサンギヌスの手により討ち取られる姿をローガーは見ました。悪魔は語ります。神々がローガーをここに招き、その人生は全て今この時にここへ至るために運命づけられていたのだと。ローガーは問います。なぜ自分だったのかと。悪魔は答えます。ローガーだけが力のためではなく理想のため、人類の未来のために混沌を求めたからだと。そして神々もまた人類とその祈りを求めており、皇帝が推し進める帝国の真理は神々の怒りを買いアエルダリと同じ滅びをもたらすだろうとも語ります。ローガーは悪魔が仕掛けた2つの試練を乗り越え、最後の質問を投げかけます。もし混沌が帝国との戦いに敗れた場合、未来はどうなるのかと。その答えは語られていません。しかしローガーは混沌の神々への恭順を選んだ最初のプライマークとなり、ワードベアラー兵団もそれに続きました。大聖戦に復帰して迅速な領土拡大へと従事した裏で、彼らは混沌信仰の種を各地に植え付けていったのです。ローガーの奮戦は自らの過ちを注ぐための決意の表れとみなされたため、誰にもそれを見破ることはできませんでした。そうして40年の長い時をかけて着実な準備を進めたローガーは、人類を救うために次なる一手を打ちます。ウォーマスターに任せられ、応能しながらも聖戦を率いていたホルスに彼は近づきます。ということで、次は大逆の最重要人物ホルス、その人に視点を移します。ホルスの皇帝との再会や大聖戦での活躍は前回に触れましたので、彼がウォーマスターに任せられた後から始めましょう。ホルスは戦術したように、皇帝が自分たちに前線を任せて地球に戻ったこと、そして秘密の計画を明かさなかったことに傷ついていたようです。彼は自分が最初に皇帝と再会したプライマークであり、最も長く共に戦ってきたことを誇りに思い、他のプライマークたちにも優越感を持っていました。その自分にも目的を明かさずに戦線を離れていった皇帝には、失望とともに見捨てられたかのように感じたようです。各プライマークの中でも皇帝を疑わない者もいれば不信をあらわにする者もおり、それらをまとめ上げる立場を重荷に感じながらも、彼は大聖戦を指揮しました。そんなホルスを支えたのもまた志を共にするプライマークたちでしたが、その中にはローガーも含まれていました。ローガーは副官であったエレバスを代理人としてホルスのそばに置きました。エレバスはすぐにホルスとも親交を深め、彼の親友であり顧問役となっていきました。そしてエレバスはローガーが混沌の悪魔と接触する手引きをした人物でもあります。彼はローガーよりも先に混沌の使徒となっていた存在であり、彼こそがホルスの大逆の震源地とも言えます。エレバスは言葉巧みにホルスの皇帝に対する複雑な苦悩をねじ曲げていきました。そしてホルスがある反乱の平定に向かった折に、彼はエレバスの策謀にはめられました。反乱の主導者との戦闘の折に、ホルスはある魔剣で重傷を負います。この剣は腐敗と疫病の神ナーグルの力が宿った剣で、ある施設からエレバスによって盗まれ反乱軍に与えられていました。その刃には対象に合わせた致死性の毒が生み出され、ホルスもまた致命傷を負うこととなったのです。その毒はプライマークの強靭な治癒力すら破壊し、イムカンたちに主の死は不可避であると悟らせました。そこでエレバスはある秘密教団の魔術でならホルスを治療できるかもしれないとルナウルフの兵団員を説得し、瀕死のホルスを運ばせました。ホルスが運び込まれたのは実際には混沌の教団であり、邪悪な秘術によりホルスの魂は彼の体を離れ混沌の領域へと送られました。そこでホルスはある悪夢のような未来を現視することとなります。それは理性と知性による統治を掲げたはずの皇帝自身が黄金の玉座に君臨し、全人類から神として崇められている光景でした。混沌の神々がホルスに見せた光景はまさしく帝国の未来の姿でした。皮肉なことに、その未来はホルスが皇帝に反逆した結果により訪れるものなのですが、しかし真に迫ったその未来の光景にホルスの心は打ち砕かれました。信じて仕えてきた皇帝は偽りの姿だったのかと、ホルスは深い絶望に沈みました。
それはやがて憎悪に変わり、自分を見捨てた皇帝への不満は積み重なった恨みへと変化しました。そのホルスに混沌の神々がささやきます。皇帝をよこせ、さすれば銀河をお前にやろうと、心の奥底に皇帝への嫉妬心と全てを掌握したいという権力欲もを秘めていたホルスはこの取引に応じてしまいます。そしてホルスの精神が肉体に戻ると、その傷は瞬く間に塞がり、その身には大いなる混沌の力が満たされていました。こうしてプライマーク筆頭にして皇帝の最も信頼する息子であったホルスは混沌の使徒へと生まれ変わったのです。ホルスは皇帝を倒す決意を固め、ローガーと共に他のプライマークたちを混沌勢力に引き入れるための暗躍を始めます。その他にも帝国軍の兵やメカニカスの信徒など多種多様な者たちが混沌崇拝へと身を移していきました。しかしこのホルスの裏切りをいち早く察知し、皇帝に知らせるべく尽力したプライマークがいました。それが第15兵団サウザンドサンを率いる赤きマグヌスでした。ということで次はマグヌスに視点を移します。マグヌスはプライマークの中でも最強のサイカーであり、その異名が示す通りに赤い肌をしていました。サイキック能力が強すぎるあまりに歪みの影響をその身に受けていたのです。マグヌスが流れ着いた惑星プロスペロは、かつて迫害から逃げ延びたサイカーたちが隠れ住んだ星でした。マグヌスを乗せたカプセルはこの星の首都に落下し、彼は長である同志により育てられました。彼は数年で師である同志を超える惑星最強のサイカーとなり、幾多の偉業を成し遂げ名を挙げました。名実ともに惑星の指導者となったマグヌスは、首都を壮麗な姿へと改築していき、魔術についての知識を大図書館に蓄えました。そんな彼はテレパシー能力も強力だったため、皇帝とは再会する前から年話での意思疎通に成功していたようです。そのため、皇帝がプロスペロに至った折には、二人は旧知の間柄のように抱擁を交わしたと言われています。マグヌスは帝国に合流すると、皇帝と共にインマテリウムの研究に従事しました。皇帝はサイキック能力の源であるインマテリウムについて熟知しており、その力の危険性も語りました。一方、マグヌスが率いるサウザンドサン兵団はある大きな問題を抱えていました。マグヌスの遺伝種子は不安定であり、移植時に拒絶反応や肉体の変異などの悪影響が現れ、適合するものがとても少なかったのです。兵団自体を取り潰し、少数の成功例も安楽死させるべきだとの意見まで出るほどでしたが、マグヌスは皇帝に嘆願し研究のための猶予を得ました。そして、数十年にわたる研究の末にこの肉体変異を抑えることに成功し、ようやく1000人のマリーンを確保しました。この1000人のマリーンが兵団名の由来というわけですね。サウザンドサン兵団は兵員数こそ少ないものの、その多くが強力なサイカーとなっており、マリーンの中でも得意な兵団でした。しかし、サイカー兵団を危険視する派閥もあり、結成後もしばらくは大聖戦への参加を許可されないなど、苦難は続きました。この逆境は、マグヌスとサウザンドさんのマリーンたちの精神的な結束を強くしていきました。彼らが大聖戦への参加を許された後も、サイカーへの危険視は根強く残りました。マグヌスは生まれながらのサイカーであったため、歪みには親しんでおり、それもまた危険視されました。元より皇帝は暗黒神の力を弱めることも目的の一つとしていたため、歪みの力を多用はしたくなかったのでしょう。大聖戦の最中で帝国は歪みの力を持つ生物と戦うこともしばしばあり、この敵の振るう力とマグヌスたちの力が似ていることも指摘されました。しかしマグヌスは自分たちの力を使うことをやめず、ますますその力に頼っていきます。そして、スペースウルフ兵団とサウザンドサン兵団の共同作戦の折に、ついにプライマーク同士の衝突が起こりました。スペースウルフのレマン・ラスはサイキックの運用に異議を唱え、マグヌスとあわや同士討ちの一歩手前まで及んだようです。これを機に帝国のサイキックの扱いを決めるニカヤ公会議が開かれ、帝国では今後最低限を除いてサイキックの使用が禁じられました。マグヌスたちはその力を封じねばならず、その研究や知識の収集もまた止めざるを得ませんでした。マグヌスが失意に沈む一方、帝国はその勢力を拡大し続け、やがてホルスが大聖戦の指揮権を授けられます。そして皇帝がウェブウェイ計画のために地球に隠遁した後、マグヌスはある未来を予知します。それはホルスの下でスペースマリーンの半数が皇帝に反旗を翻し、銀河が内乱の炎に包まれる様でした。その恐るべき未来に戦慄したマグヌスでしたが、その未来の中で自分自身がどんな運命をたどるのかだけは見通せませんでした。
それでも彼は破滅の未来を回避するべく、まずはテレパシーでホルスとの接触を試みましたが、時すでに遅しでした。ホルスが混沌の神と契約を結ぶことをマグヌスは阻止できませんでした。マグヌスは破滅の未来が差し迫る事実に打ちひしがれながらも、これをいち早く皇帝に伝えなければと考えました。しかしマグヌスの虚勢からは地球は遥か遠くにありました。そこで彼は禁を破り、大規模な魔術で自らの精神体を宇宙へと飛ばし、ワープ空間を通って地球を目指しました。ワープ空間の中で彼は地球へと通じるウェブウェイの回廊を発見し、これを通ることでさらに速度を増します。凄まじい速度で地球の目前まで至ったマグヌスでしたが、ウェブウェイの出口はサイキックのバリアで覆われており、マグヌスですら突破できませんでした。そのマグヌスに歪みの海から謎の声が力を貸そうと囁きます。マグヌスはこの声の力を借りてついにバリアの突破に成功し、皇帝の玉座の前と至ります。しかしこのバリアは皇帝が地球を守るために作り出したものでした。ウェブウェイ計画はアエルダリのウェブウェイをもとに人類用のウェブウェイを作り出す計画でした。マグヌスが通ったウェブウェイは皇帝が作った建造中のウェブウェイだったのです。その開発にはワープ空間と密接なつながりがあり、混沌の侵入を防ぐためにその出入り口をバリアで覆っていたのです。マグヌスがそのバリアを突破した瞬間、膨大なエネルギーが荒れ狂い、皇帝の計画に携わっていた何千人ものメカニカスの命を奪いました。ウェブウェイの入り口として玉座の間に設置されていたポータルも制御不能に陥ります。そしてウェブウェイの回廊には穴が開き、混沌の悪魔が侵入しました。それはつまり地球の中心部へと混沌の悪魔が入り込むための経路がつながってしまったことを意味します。当然マグヌスの行いに皇帝は激怒しました。皇帝が長年をかけて進めてきたウェブウェイ計画は完全に破壊されました。ウェブウェイに混沌の悪魔が侵入した以上、もう二度と再建はできませんでした。そして玉座の間のポータルは閉じることができず、皇帝がサイキックで抑え続けるしかありませんでした。そんな惨事を起こしたマグヌスがホルスの裏切りという危機を伝えても、皇帝は聞き入れませんでした。皇帝は最も信頼するホルスが裏切るはずなどないとして、禁を破り計画を破壊したマグヌスこそが裏切り者だと糾弾しました。そしてレマンガスにマグヌスの捕縛を命じ、スペースウルフ兵団が派遣されました。失意のうちに肉体へと戻ったマグヌスでしたが、自分が混沌の手駒として利用されたことも悟りました。そして皇帝が命じたのはマグヌス自身の捕縛であり、自分が罪を認めて従えばよいと考えました。そのため惑星防衛に人員を配置せず、裁きの手が訪れるのを座して待ちました。しかし皇帝が捕縛を命じた後、ホルスはレマンガスにサウザンドさんとその本拠惑星の破壊へと命令変更を伝えました。ホルスはこの命令が皇帝の意思であると伝え、レマンガスはその嘘を見抜くことができませんでした。現れたスペースウルフ兵団が容赦のない徹底的な攻撃を開始した時、マグヌスは愕然としました。壮麗な都が破壊され、蓄えた知識の書が焼かれ、臣民と部下が虐殺される様を見て、マグヌスは皇帝の怒りの激しさに絶望しました。それでも故郷と人々を守るべく、サウザンドサン兵団と共にスペースウルフの迎撃へと出ます。必死の奮戦の中、ついにはマグヌスはレマンガスとの一騎打ちへともつれ込みます。一時はレマンガスの胸を突き刺し重傷に追い込むものの、反撃を受けてマグヌスは目をつぶされて背骨を折られました。敗北と死が迫ったその瞬間、マグヌスに再びウェブウェイの時と同じ謎の声が囁きます。その声は混沌の暗黒神ティーンチのものでした。ティーンチは囁きます。永遠の忠誠を誓うなら、お前が守りたいものを全て救ってやろうと、マグヌス自身と彼の兵団、彼の故郷、そして蓄積してきた全ての知識、その全てを救うべく、マグヌスは混沌の神に魂を捧げました。ティーンチはマグヌスの願いを受け入れ、その年ごと彼らをアイオブテラーの惑星へと転移させました。そしてサウザンドさんは混沌の使徒となり、マグヌス自身はディーモンプライマークへと変じました。彼らは秘密裏にホルスたち大逆派の兵団と合流し、次に表舞台に現れた折には帝国へと牙を剥くこととなります。というところまでがホルスの大逆前夜のお話です。歴史の対局に与えた影響が大きいということで、大逆派プライマークから3人をピックアップしての紹介としてみました。この後もまとめてやっちゃうつもりでしたが、分割した方が後半も尺を気にせず作れそうなので分けることにしました。前回さらにもう1回分けることはないと言いましたが、すまん、あれ嘘だった。
ということで、次回は大逆による内乱の勃発から結末までを予定しています。さて、この後は設定解説の補足コーナー。本編には入れにくかった背景設定を紹介しようと思います。話してはいつもの人にバトンタッチしますね。はいはい、いつもの人よ。ここからはこぼれ話のコーナーよ。というか今回はこぼれ話だらけなんだけど、ここではホルスの大逆においてしれっと重要な役割を果たしているエレバスについてもう少し深掘りするわ。エレバスはワードベアラー兵団の中で教会官、チャプレーンという立場にあった人物よ。兵団員にどのようにあるべきかを教え示す立場で、プライマークの副官的なポジションにあったわ。このエレバスが混沌の使徒であったのが帝国の運の月と言えるかもしれないわね。エレバスはローガーと同じ惑星コルキスで普通の家に生まれた名もなき少年だったわ。けれど彼は物心つく頃には人を欺いたり不和を呼び起こすことを好むような人物だったようよ。そんな彼に両親は同じ村に住み、経験で勉強家であったエレバスという少年のようになれと説いたわ。そして彼は両親の言葉に従い、エレバス少年を殺して同じ入れ墨を自分に刻むと、村を出て以後はエレバスと名乗るようになったわ。このエピソードを見るに、生まれながらにサイコパス気質だったように思えるわね。その後は首都に住み着き、教会で司祭になったわ。でも信仰心なんてものは持っていなかったのだけど、ある時に割れた鏡に自分の顔が4つに分かれて映るのを見た時、破滅の力が自分を導いていたのだと悟ったようよ。4つの顔ということで暗黒の4大神の存在を悟ったのかもしれないわね。ともかくこの時よりエレバスは混沌の神々を信仰し、破滅をもたらす混沌の使徒となったわ。その後ローガーの台頭を経てコルキスに皇帝が降り立ったのだけど、エレバスは皇帝をいつか自分が陥れる相手と見ていたようね。その目的のためにワードベアラー兵団に入り、スペースマリーンとなる改造手術を受けたわ。なのでエレバスは混沌に落ちたスペースマリーンではなく、混沌の使徒がスペースマリーン化された存在なわけね。彼が内部に入り込んだことで帝国は獅子神中の虫を抱えることになったということね。実際エレバスは重要なポジションへと上り詰め、その立場を使ってローガーとホルスを混沌の使徒にすることに成功してるし、優秀な邪悪だったわ。銀河の歴史に畏怖があるなら、このエレバスがいなければ帝国のありさまは今とは全然違ったかもね。以上、40K 銀河史紹介の第10回でした。ホルスの大逆編の前編ということで、内乱勃発前夜、3人のプライマークが混沌に染まるまでを中心に解説しました。大逆派プライマークは9人だから、あと6人が混沌に飲まれたのよね。今回は絞ったからその6人の事情には触れられてないけど、どの人物も同じような濃さの物語があって面白いのよね。私はアングロンのエピソードなんかが好きだわ。彼は無人だったがゆえに許せないことがあって、それゆえに混沌に飲まれることになったのよね。まあアングロンはちょっとわけあってことあるごとに虐殺しちゃうまんだけども、9人とも違う理由で混沌落ちしてますからね。中性派プライマークそれぞれのエピソードも面白いので、またいつかそこに触れる動画を作るのもありかなと今は思ってます。今回みたいに3人ずつならまあと思うけど、始めると15人分あるからなかなかヘビーなのよね。まあ来年にそんなのが出てきたら面白いなくらいに思ってもらえればかしら。そんなところですね。とりあえずはこの銀河史解説を感想まで持っていきたいと思います。ということで今回はここまで。また第11回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。